平野氏シと神宮寺勇太ユータの海外進出計画が白紙に、キンプリから飛米への転身にファンが戸惑い。2023年5月22日、平野氏シ神宮寺勇太、ージユータ、ユータの3名がキングプリンス以下、キンプリから脱退し、ジャニーズ事務所を退除しました。これから2ヶ月が経とうとしていますが、 金プリの残りのメンバーである長瀬門と高橋山は事務所に残り、金プリとしての活動を継続しています。一方、平野と神宮寺は7月7日に滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、飛べの公式 YouTube チャンネルのライブ配信に登場し、活動再開を宣言しました。 また、岸優太も9月末に退除予定であり、業界内外では都部への合流が確実視されています。キンプリの3人が脱退し、退除した時点で、ネット上ではこれまでのグループの分裂劇はスマップをと似ていると指摘されていました。スマップは2016年12月に解散し、その後17年9月に稲垣五郎。 草薙剛、し、香取慎吾の3人が退場し、新しい地図として再始動しました。さらに20年3月には中井正宏も独立し、現在は木村拓也の身がジャニーズ事務所に残っています。しかし、解散後もスマップへのメンバーたちはそれぞれのフィールドで活躍を続けており、 キンプリの平野、神宮寺、騎士の3人も今後どのような活動を見せてくれるのかについてジャニーズファンやスマップファンたちが語り合っています。平野仕用の海外進出への熱量についてネット上では様々な意見が寄せられています。7日の飛べのライブ配信で平野が今日から始まったストーリーなので僕たちは白紙状態です。 と発言したことに対し、金プリ時代をなかったことにするのかと寂しさを感じるファンもいました。一方、神宮寺から花束を受け取った平野と神宮寺は、それぞれのメンバーカラーに触れるなど、金プリの歴史を飛べに持っていくのかという批判的な声もありました。これらの発言により、ファンたちは戸惑っているようです。 地図の3人も退場のうちすぐに公式ファンサイトを立ち上げ、ファンを納得させるためには時間が必要だという声があります。また、平野は脱退時に海外で活躍できるグループを目指していると語りましたが、トベに移籍したことで海外進出の気配が見えないと批判する声もあります。しかし、トベはまだ新しい会社であり、平野と人流時の活動を見守るしかありません。 将来的に海外進出の目標を達成できなければ、支配される可能性もあるでしょう。一方、平野耀と神宮寺裕太がジャニーズ時代の楽曲を歌えるのかという点についても注目が集まっています。元ジャニーズ JR のインパクトオーズは、飛べ合流が明らかになり、新曲3曲が収録されていると報じられています。 キンプリ時代の楽曲を歌える可能性もあるかもしれませんが、コンサートでは数十曲の曲が必要になるため、まだまだ時間がかかるかもしれません。スマップへの場合、メンバーがソロ曲を含めてグループの楽曲を歌わない傾向があります。木村拓也以外のメンバーが解散後にスマップへの曲を歌うことはほとんどありませんでした。 ただし、赤西仁や手越祐也のように、独立後に自身の楽曲を披露したケースもあります。楽曲の使用にはいくつかの事情が絡むため、ケースバイケースで扱われているようです。キンプリの二人体制になった今後の展開についても話題になっています。キンプリは8月からアルバム。 ピースの全国ツアーを開催する予定で3人体制時代とは異なる演出が求められるでしょう。JR のメンバーがバックについてカバーすることでより大規模なライブを実現する可能性もあります。一方、飛べ組みはそれぞれの個性が異なるため様々な層にアピールできると期待されています。平野のビジュアルが強く女性ファンに受けそうな一方、 神宮寺は男性ファンを引きつける要素を持っています。岸優ユタが合流すればバランスの取れたユニットになることも期待されています。これからの活動で金プリと飛ベ組みのメンバーたちは様々な魅力を引き出してくれるでしょう。金プリと飛ベ組みはまだまだファンの納得を得るために努力を重ねる必要があります。過去の自分たちがハードルとなることもあるかもしれませんが、 互いに刺激し合いながら新たな一面や魅力を見せてくれることを期待しています。ジャニーズファンやスマップファンたちもこれからの5人の活動に注目して応援していきましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。